皆さん、こんにちは。今回は、フェイト、プロトタイプ双銀のフラグメンツに登場するセイバー、アーサー、ペンドラゴンについて解説していきたいと思います。念のため軽く説明しておくと、フェイト、プロトタイプ双銀のフラグメンツとは、フェイト関連作品群の原点である、フェイトステイナイトの原作とも言える、フェイト、プロトタイプの8年前にあった聖杯戦争を書いた小説です。2022年の目標は主の大好きな、フェイト、プロトタイプ双銀のフラグメンツのサーバントを全員解説できればと思っています。今回はその第3弾の動画となります。ここから先は片付き作品のネタバレが含まれます。それでもよろしければご視聴よろしくお願いします。1. 概要。1991年の聖杯戦争において、左条真中によって召喚されたサーバントでその神名は、アーサー、ペンドラゴン。フェイトステイナイトに登場するセイバー、アルトリア、ペンドラゴン、と同一人物でありながら別の存在となっています。以降は彼をアーサー、ステイナイトのセイバーをアルトリアと呼びます。おそらく多くの人がアルトリアよりも後に彼を知ることになったはずですが、アーサーはアルトリアの団体化ではなく、アルトリアがアーサーの女体化であると言えます。サーバントとして聖杯に託す願いは、故国の救済、で、それを知ったマスターである左条真中は、アーサーの願いを叶えるためにアーサーに隠れて暗躍します。故国救済のために聖杯を手に入れることを優先したアーサーは、本来アーサー自身の感性で言えば到底感化できないような、非道な行いをする左条真中を強くいさめることができませんでしたが、左条真中の妹である綾香によって過去は礎として、現在と確かに繋がってるという事実を受け入れ聖杯に託す願いを振り切ります。1991年の聖杯戦争を最後まで勝ち残った彼は聖杯の本質に気づき、それを利用して人理貞操を破壊するビーストの生贄として綾香を捧げようとする左条真中を殺害し、限界仕掛けたビーストを宝具で倒すも、自身も魔力切れで消滅してしまいます。フェイト、プロトタイプ、では、第二の聖杯戦争において左条綾香によって召喚されます。ライダーやキャスターを撃破するも、その経験からセイバーを過信した綾香の油断によってバーサーカーに敗れ、綾香の霊樹をサンクレイド、ファーンに奪われ、マスター変更を強いられました。キャラクターマテリアルでは物語中盤にアーチャーによって倒され、消滅。バーサーカーのマスターによってブラック化して再召喚されるも、ランサーと仮契約した綾香との戦いの末に清純化し、バーサーカーチームを破ったりしたと書かれています。2. 人物。アルトリアと同じく清廉潔白で善良なる者を良しとし、悪しき者を倒す気持ちのいい正統派ヒーローです。同時に大人びた価値観やニヒルな物言いをしたりする一面も持っており、ステイナイトの笑み屋に引き継がれています。そしてアルトリアと同様に結構な健淡家です。アルトリアのように腹ペコキャラを前面に押し出すような扱いはされていませんが、左条真中が用意した食事であるベーコンエッグ、スクランブルエッグ、ポーチドエッグ、トースト、サラダ、肉厚の竹と一緒に焼いたソーセージ、ミルクの麦がゆ、ポリッジ、がそれぞれ6人前、牛の内臓や肉に椎茸を具材としたキドニーパイが丸ごと1つ、酒の切り身とポテトを油で揚げたものは山盛り、桃を切ったものにプラムを添えたデザートをそれなり、さらにスコーンとクリームがかなりの量を完食しているほどです。またアーサー自身が料理上手となっています。劇中では空風林に味が大雑把、と言われているため、エミヤほどの腕は持っていませんが、料理が得意という人物設定はエミヤやシローに受け継がれています。CV はマーリンと同じ桜井孝宏さんが担当しています。プロトタイプ世界のマーリンはアルトリアと同じ川澄綾子さんが担当しており、ステイナイトと入れ違っている感じは、お互いがお互いのオマージュのように感じられて個人的に好きです。プロトタイプのアーサーはフェイトステイナイトとは別の世界線のキャラクターであり、FGO に登場するアーサーは、フェイト、プロトタイプ、双銀のフラグメンツ、の2度にわたる聖杯戦争をくぐり抜けた後の存在となっています。カルデアの召喚式によって限界したアーサーは、2度の聖杯戦争についての記憶を完全に保持しており、
別の世界から来た自分という存在が FGO 世界の存在と深く関わらないように単独行動を心がけています。アーサーがカルデアの召喚に応じた理由はビースト6の追跡と討伐のためです。二度の聖杯戦争で二度倒したビーストはプロトタイプ世界のマーリン曰く、ビースト6に挟ん止めの到来がある。そうで、ビーストを撃つための漂流者として平行世界どころか次元が違う世界、異世界に至るまで、武蔵と同列の様々な世界を彷徨う存在となります。その最中に人類焼却の数年前にて、冬木大橋の前で千里眼を失った青年と出会い、いつか愛と希望を担う誰かに出会うだろうと告げられます。三度目のビーストの歯だけが足すべきであると言っていたためカルデアを禁ではいけないと悩んでいました。しかし、カルデアの面々から叱責されたアーサーは FGO 世界の主人公の世界を救う戦いに協力し、自分の使命であるビースト6討伐をカルデアと共に成し遂げる決意します。以降のアーサーは単独行動を改めカルデアに召喚されたサーバントたちと交流を持つようになります。3. クラススキル。対魔力 A、魔術への耐性のことです。ランク A では魔法陣及び瞬間契約を用いた大魔術すら完全に無効化してしまい、事実上現代の魔術で傷つけることは不可能なレベルです。フェイトステイナイト、のアルトリアではメディアの攻撃を完全に防御していました。騎乗 B、乗り物を乗りこなせる能力。もともと馬上戦闘に秀でた騎士であるためランクは高く、魔獣、聖獣ランク以外なら乗りこなすことができます。また、生前には存在しなかった自動車やバイクさえも現代の蒸気とみなせるため直感で乗りこなせてしまいます。もしかしたらアルトリアと同じように、バイクに魔力の装甲をまとわせて限界突破したりもできるかもしれません。4. 保有スキル。カリスマ B。軍団を指揮する天性の才能のことで、ランク B は一国を治めるのに十分な性能があります。FGO。でのアーサーは巨獣との戦いに特化されており、巨獣と戦う時は味方がついてこられず彼一人になるため、カリスマを発揮する余地はありません。直感 A、まばゆき旅 GX。戦闘中の自分にとっての最適な行動を瞬時に感じ取る能力のことです。ランク A にもなると、ほぼ未来予知の領域に達します。視覚、聴覚への妨害もある程度無視できる能力となっています。FGO では強化することで、まばゆき旅 GX に変化します。能力の詳細は不明ですが、FGO のスキル効果の傾向から見ると、直感に心眼、偽をプラスしたようなスキルではないかと推測しています。心眼、偽によって危険を予知し、直感によって回避、反撃の最適解を感じるようなスキルではないでしょうか。魔力放出 A、赤き竜の印 A。魔力を自身の武器や肉体に帯びさせることで強化します。アルトリアと同じく、身体の駆動に合わせて魔力を噴射することで身体能力をブーストしていると思われます。FGO では強化することで赤き竜の印 A に変化します。こちらも能力の詳細は不明ですが、おそらく自身の体を変化、強化するスキルと思われます。スキルを使用することで竜の因子が強く溶出し、魔力放出によるブースト以外にも、身体自体を強化しているのではないかと予想します。巨獣狩り A、FGO でのアーサーのみが持っているスキルです。カリスマ B、でも語っている通り、アーサーは単独で巨獣との戦闘を行うことを想定しています。そのことから発言したスキルだと思われますが、戦術の通りアーサーはすでにカルデアとの共闘を決意しています。もしかすると今後の強化でカリスマとの複合スキルになる可能性があるかもしれませんね。5. 宝具。インビジブル、エア、ランク C の対人宝具です。風を幾重にもまとうことで光の屈折率を変化させ、刀身を覆い隠す結界です。宝具というよりは魔術に近いです。この結界により、相手に剣の間合いや軌道を悟らせずに攻撃することが可能となります。自分の宝具を伏せることは、自分の身命を必すことにもつながるため、また、別のメリットとして、攻撃力と命中率の上昇が挙げられます。風を刃とし、刀身にまとわせることで攻撃力の増強を図り、
武器が見えないことで命中率にアドバンテージをもたらします。しかし、見えないことがメリットなので、心眼使いや視覚に頼らない相手に対しては、命中率上昇の効果は発揮しません。エクスカリバー。言わずと知れた伝説の聖剣エクスカリバーです。アルトリアとは異なりランクは EX となっています。しかし、アルトリアのそれとは仕様が大きく異なっており、その剣身にはアバロンが常備されています。アーサーの持つアバロンは防御手段ではなく、エクスカリバーをむやみに使用させないための拘束具であり、円卓の騎士たちの決議によってその拘束から解放されるものとなっています。その拘束は全13条の条件をクリアすることによって順次解放されていきます。綱師さんの条件にはそれぞれ円卓の騎士たちが紐付けられており、過半数の承認を持って宝具の使用が可能になりますが、フェイトなので過半数の合意がなくてもなぜか使用可能です。フェイトなので、この拘束はロードエルメロイ2世の事件簿にて最果てにて輝ける槍ロンゴミニアドに施されていることが判明しており、限定解除がこの拘束の解放のことだと思われます。ちなみに13の条件は口述の通りです。1、では、勇者と共にする戦いである。2、では、心の良い者との戦いではない。3、では、誉れ高き戦いである。4、では、生きるための戦いである。計。5、では、己より強大な者との戦いである。ベディビエール。6、では、1対1の戦いである。パロミデス。7、では、人道に背かぬ戦いである、ガヘリス。8、では、真実のための戦いである、アグラベイン。9、では、精霊との戦いではない、ランスロット。10、では、ジャークとの戦いである、モードレット。11、では、私欲なき戦いである、ギャラハット。12、では、世界を救う戦いである、アーサー。13、詳細不明。となっています。それぞれの条項を担当する円卓の騎士がわかる部分には名称を入れていますが、不明な部分は空白にしています。何人か、お前がそれを許可するの？というような人物がいますが、触れてはならない話題のような気がしますし。ちなみに拘束を解放する時の機械のような声はプロトタイプのマーリンの声となっています。過半数を超えたことで使用が許可されますが、その状態もまだ全ての拘束が解除されていない不完全な状態での使用となっています。しかし、その状態でなおアーチャーの終末剣炎期によって発生した都市を飲み込むほどの一撃を粉砕するほどの威力を誇りました。6、伝説。フェイトシリーズを知っている方たちにとっては耳タコかもしれませんが、一応アーサー王伝説の概要もお話ししておきます。ブリテンの王ウーサーの子として生まれたアーサーは、魔術師マーリンの手によってエクター卿に預けられ、エクター卿の息子ケイと共に育てられます。共に育ったケイが馬上走試合に出場した際に、剣を売ってしまったケイのために代わりの剣を用意しようと思ったアーサーは、カンタベリー大聖堂の前で、石に突き刺さった剣を見つけて引き抜きます。これが選定の剣カリバーンです。エクスカリバーとする説や、エクスカリバーとカリバーンが同一とする説もあります。その後ブリテンの王となったアーサーはキャメロットを首都として定めます。アーサー王がブリテン統一のための戦いに乗り出すと、カメリアードの国王レオデグランデスは娘ギネビアをアーサーに与えました。この時のギネビアの嫁入り道具が円卓です。ある時戦いに敗れたアーサー王は聖剣エクスカリバーを売ってしまいます。魔術師マーリンがアーサーを湖に連れて行くと、湖の乙女が現れ、新しい剣2本目のエクスカリバーを授けます。アーサー王がエクスカリバーを手に入れるエピソードは、石から引き抜くもの、湖の乙女から授かるものの2つがありますが、どちらか一方であるとするものや、両方であるとする説が存在しています。その後キャメロットには各地の騎士たちが集い、円卓の騎士が結成されました。ある時、アーサー王は円卓の騎士たちに聖杯を探してくるように命じます。騎士たちは聖杯の探索に向かい、ガラハド、パーシバル、ボールズの3人は聖杯が暗記されている場所を発見しますが、ボールズのみが生き残り聖杯探索の報告を行いました。
その後はかの有名なランスロット、ギネビア不倫事件が発覚。ランスロットは騎士たちを殺し、ギネビアを連れて祖国フランスへ逃げ去りました。ランスロットに兄弟を殺されたガウェインはランスロット討伐を主張。アーサー王はフランスへ攻め込みますが、戦いの末ランスロットと和解します。ギネビアも戻ってきますが、ガウェインの怒りは収まらず、一騎打ちの末ガウェインはランスロットに敗れます。その頃、居城キャメロットを守っていたはずのモルドレッドが反乱を起こします。アーサーは急遽キャメロットへ戻ってモルドレッドを倒しますが、瀕死の重傷を負ってしまいます。アーサー王は自分の指揮を悟ると、エクスカリバーを湖の乙女に返し、この乙女たちによって小舟でアバロンへと運ばれていきます。アバロンで傷を癒したアーサー王はいずれイングランドが危機に陥った時、エクスカリバーを手にイングランドを救うとされています。ちなみにアーサー王が最後にたどり着いたとされるアバロンは、現在のグラストンベリーではないかと言われています。アーサー王はその実在すら疑われる存在ではありますが、実在が完全に否定されているわけではないと思えば、今も末裔がどこかで再起の時を待っていると考えられなくもなく、ロマンを感じますね。今回の動画は以上になります。これからも片付きのキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので他の動画も見てもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。